漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。それでは今回も元気にロマサガ RS やっていこうじょのいこ。ということで今回やっていきますのはこちら。熱闘、スミレの特訓道場ウィズミュージックでございます。まさかの2週連続スコアバトルイベント開催でございますな。姉貴分のアザミが開いた特訓道場はかなりの、鬼畜難度でございましたが、スミレの方はいかがなもんでございましょ。それではこちらのイベントについて、簡単に確認をば、前回開催のアザミの特訓道場と、同じく、ダメージをたくさん与えてミッションを、クリアして報酬をゲットするというタイプのイベントですな。ミッションクリアで商談の、巻物などのレアアイテムを、入手可能とのこと、初級、中級、上級と難度が分かれているところも、アザミの特訓道場と、同じです。てか最近開催のスコアバトルイベントは、基本こんな感じの仕様でございますな。ミッションクリアで商談の、巻物を最大300個、ゴルピ100枚などを入手可能。ちなみにダメージミッションは、上級ミッションは250万ダメージで、全ミッションクリア。中級ミッションは170万ダメージで、全ミッションクリア。初級ミッションは150万ダメージで、全ミッションクリアとなっております。いつものダメージミッションよりは、必要ダメージが少し高めとなっておりますな。が、毎度のことながら上級の、250万ダメージミッション報酬は遠征チケット。200万ダメージ出せればめぼしい報酬は全部回収できるので、無理に250万ダメージ狙う必要は、ないかと思います。まあそんなこと言ったらこの動画アップする意味ってなんやねんってなるんですけどね。まあ例のごとく初級と、中級に関しましては、オートでサクッと攻略できるかと、思いますので、今回も上級の攻略のみやっていきたいと、思います。上級で登場する敵はアビスナーガと、ドラゴンルーラー。耐性はどちらも残ダインが、マイナス35となっております。ルーラーだけ熱耐性プラス50ですな。アタッカーは残ダインのキャラを、編成した方が良さそうな感じです。2体同時に登場なので、範囲攻撃や全体攻撃で、戦った方がダメージ効率は、良さそうですな。そしてアビスナーガとドラゴンルーラーもアビリティ持ち。鉄壁の守り3、で火ダメ中軽減。テンションアップ3、で余ダメ中アップ。制裁3、で命中率大アップとなっております。アビリティはどちらも同じアビリティとなっておりますな。スキルはアビスナーガは基本体術ですが、関節技が多めといった感じですな。ルーラーは剣技と体術技が、メインで直接攻撃多めとなっております。今回もカウンター持ちのスタイルが、仕事できそうな感じです。とまあこんな感じですかね。それでは今回の攻略パーティーの、ご紹介といこうじょのいこ。てなわけで今回攻略で、使うパーティーはこちら。陣形はデザートランス界、配置はこんな感じです。一番に人間男、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、91% となっております。高耐久と挑発を、生かしたタゲ集め、アームズリベンジでのカウンターで、ダメージを稼ぐのがお仕事です。2番に女神、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは、86% となっております。女神の心臓を継承。天井の調べでの火ダメ軽減。女神の心臓での全体回復&バフ薬として採用しております。3番にシェラハ、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 77% となっております。全体攻撃での火力枠として採用しております。シェラハをチョイスした理由は特にないので、残ダインのアタッカーなら基本誰でも OK です。4番に聖王様、ステータスと装備はこんな感じです。連星装備のアビリティは 96% となっております。が、この人基本歌うだけなんで何でも OK です。性質の歌を継承、全体バフ薬として採用しております。5番にリアムくん、ステータスと装備はこんな感じです。2回リボってぶっ破するだけの、簡単なお仕事です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。行くぞー。さてさて、
アザミ姉さんのイフリートは、かなり凶悪でしたが、果たして今回は、いかがなもんでございましょ ?1 ターン目、人間男はグレートアドベンチャー、女神は天井の調べ、シェラハはブラックホール、聖王様は聖室の歌、リアム君はウィンドリボ払いでございます。何の曲のアレンジかと思ったら現状バトルの、アレンジですか。同じ曲とは思えないくらい雰囲気がらりと、変わりますなぁ。あの、人間男さんを、狙ってほしいんですが、挑発使って人形効果も、働いてるはずなのになんで、狙ってくれないんですかねぇ。クソ、なんて時代だ。しかしまあエフリートに比べたら攻撃はぬるい感じですな。セルバカウンターもありませんし、かなり戦いやすそうな感じです。すぐに弱体破り使ってくる系ですか。デバフ技はあんま使えなさそうな感じですな。ルーラーさんナイスー、カウンターうまうまでございます。ルーラーさん、やればできる子やって信じてましたぜ。アビスナーガさんもやればできんじゃん。1ターン目はイマイチングでしたが、2ターン目はかなりいい感じですな。3ターン目、男さんは通常攻撃、女神はとりあえず心臓を捧げます。シェラハは続けてダークプレス、聖王様は歌、リアム君はここから攻撃開始でございます。せっかく褒めたのにすぐこれですよ。3ターン目はカウンターダメージ稼ぐことができず。さて、残り114万ほどですが、いけるか ?4 ターン目、男さんはボムガード、女神は輝き、シェラハはダークプレス、聖王様は続けて歌、リアム君はクイックドローぶっぱです。ナイスぶちかまし、カウンターダメージを負担です。残り52万ほど、ここから OD 連携ぶっぱで、切り突破いけそうな感じですかね。最終ターンの5ターン目、男さんはバズーカ、女神は天井の調べ、シェラハはダークプレス、聖王様はスイートウェイ、リアム君はアンチマテリアルぶっぱです。ダークバススイート天井のアンチマテリアルフィンドウィンドチェイサー。あっさりいけましたな。上級250万ダメージ、ミッションコンプリートでございます。あとは見るなり焼くなり好きにしていただいて結構でございますわよ。以上、熱湯スミレの特訓道場ウィズミュージック、上級250万ダメージミッション攻略でございました。アザミ姉さんに比べたらスミレちゃんはかなり優しめでございましたな。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではー。